草餅です。バンド名は巴御前特殊長。題材は平安時代末期に活躍をしたとされる女武者の巴御前と、彼女を現世に導いたきらめく七長です。女性が輝くことにより司町に住む子供に輝かしい未来が訪れるのを記念して、この題材にしました。幾重にも重なる巴御前の鎧、きらめく羽の七長。祭りの当日は和歌集と舞輝く万能をお楽しみください。銀座です。バンド名は桶狭間の戦い、織田信長と今川義元。桶狭間の戦いは若き織田信長が時の大名今川義元を破って天下取りの第一歩を記した大戦です。尾張桶狭間で豪雨に足止めを食らった今川軍を信長は精鋭2000騎を率いて急襲。ついに今川義元は討ち死にする。本題材は桶狭間の戦いで濃密な暗雲の中から疾風を伴って馬上の信長が現れ、今川義元に襲いかかる場面を表現したものです。険しい道のりの中、山中を行く一行の前に竹林から大虎が現れました。逃げ惑う兵士を背に、清正は大槍を手に襲いかかる虎をめがけ応戦し、見事討ち取るのであります。皆様こんばんは。あえて夜のお祭りですので、こんばんはというご挨拶をさせていただきます。で、私ども愛知県刈谷市から参りました。実はこの万能祭り、皇居 の天皇陛下の10周年のご即位、あるいは20周年即位の時と
時に2回ほど皇居の方でもご披露させていただいてるんですが、なかなか愛知県刈谷して何ですかって言われますので、一言ちょっと刈谷の PR をちょっとだけさせていただきます。刈谷はですね、車の町、トヨタの町でございます。トヨタ自動車の発祥は刈谷市でございます。ですから愛信ですとかデンソーとかそういった世界的な企業がある町でもございます。もう一つ割と有名なのがですね、徳川家康の お母さん、お代の方っていうのが実は刈谷市出身でございます。刈谷の城下町ですので、水野家のから徳川家の方に行きまして、明智を気にいわゆる家康さんを産んだわけでございます。まあ、そんなような刈谷市ですけれども、今日ご披露させていただけるのは刈谷の万灯祭り。実はこういうふうに明かりを入れてですね、60キロぐらいの重さのものを一人で持つということで、本当に多くのいろんなところから出演依頼がありまして、いろんなところにお邪魔しておりますけれども、この大きいマンゴー、周りにねぶたもありますけれども、また違う感覚でですね、ぜひ皆様に、ご覧いただければな、そんなふうに思っております。もともと先ほどの MC の方からもございましたけれども、その一つはですね、江戸時代飢饉があった時に雨乞いのお祭りとしてもこのマンゴーというのは始まりました。そのようなことで今日は実は雨が降らないかなってちょっと心配がありますけれども、ぜひそういった雨乞いのお祭りということもありますので、ぜひそういったところも含めてこのずっと刈谷に伝わる壮大で荘厳なお祭りをご覧いただければな、そんなふうに思っております。それではただいまに演じさせていただきます。よろしくお願いします。どうぞ。初日を新学、2日目を本学と呼んでいます。新学は宇治小室町に加え、市内の企業や地区も参加し、20数基の大マンドと10マンド、多数の子供マンドが市内を練り歩き、盛大に行われます。また、本学では宇治小室町のマンドが、秋葉社の境内で舞を奉納する神前舞も披露されます。日が沈み、色鮮やかなマンドに火が灯り、真夏の夕闇に浮かび上がるマンドが、舞い踊る様は実に勇壮で見る人の心を魅了します。さらに本学に行う神前舞の荘厳さはまさに殿下の記載と呼ぶにふさわしいお祭りです。Thank you.
たします。愛知県刈谷市刈谷マンド祭りでした。皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。